子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは。今日もあの音楽好きの友達のところにお邪魔してるんですが、オーディオルームこれから紹介していきたいと思います。綺麗な家ですよ。おっと、こちらオーディオルーム、こんな感じ。銀箱、アルテックの銀箱と LR で、こちらの方がターンテーブル、トーレンスのこれ124の2だっけ、マックス。トーンアームはオルトフォンの RMG212 で、カードリッジが SPU の40万台かの初期型になります。こっちの方もね、同様の、オルトフォンのロングアームに40万台、こちらも40万台にガラード301。あとこっちの方、これ電源か、電源もあります。でこちらトランスクラシックオーディオ、プリアンプがマランツの7番。これってさ、若いんだよね。600万台だそうです。これやば、やばすぎ。で CD プレイヤー、こちらはテクニクスの CD プレイヤーになります。パワーアンプの方はマッキントッシュ240ね、ビロードのトランスを持つパワーアンプです。これ出力管がなんだっけ、ムラードだ、ムラードの出力管になります。で一番下が私も使っているアイコールのクリーンメイト、レコードクリーニングするやつですね。これ重要なんですよね。というシステムになっております。こんな感じ。ということで早速で、これから聴いていくのは私の部屋で空気録音してる音楽音源を聴いていきたいと思います。こちらでね、これで、
はい、お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。私ね、少し感じたことを申し上げますと、私のところのフラメンコは劇場用の、A7 という大型のスピーカーを、一般家庭用にコンパクト化したものなんですよね。でこちらの銀箱は38センチの、38センチというのは同じなんですが、同軸のスタジオモニターという元々の用途的には違いこそありますが、やっぱいいな、アルテックさすがとね言わせてしまうような説得力があるなと感じました。改めてよくエレクトロボイスのスピーカーなんかは湿度感があってしっとりとしたサウンドとか、アルテックのスピーカーは西海岸的な乾いたサウンドとかよく例えられますが、それって何なんだろうってずっと考えてたんですよ。じゃあ JBL はどういう感じなのかなとかね。で今回それのヒントが少し見えた感じがしたんですよね。どういうことかと言いますと、アルテックの音は私のとこもそうなんですが、前に出てこうスパンとこうキレのある感じで、以前使用したエレクトロボイスでね感じたことは、気持ち奥行きが感じられて、音の尾ひれがね美しい感じというか、それもね個人的な音の記憶で、いい加減なものなんですが、私はそのように感じました。今回改めてというか。あとこちらのユニットはね、うちのフラメンコよりも低域が伸びてるなという印象でした。以前角館にあるジャズ喫茶ケニートーンさんにお邪魔した時もそういう印象だったんで、おそらくこのユニットのタイプ低域伸びるんじゃないかなと思います。これも言っちゃうと好みの問題なんですが、非常に好きなサウンドだなとアルテック、改めて思いました。あとアンプの恩恵もあってか、低域はもちっと弾むようなふくよかさがありつつ、中域から高域にかけてはマランツらしいこう、以前も言いましたが血の通った音というか、バイブレーションするフィーリングっていうのが、ありつつも、あととても肌触りがよく滑らかな印象でした。これ家庭用におけるヴィンテージオーディオのセットアップではもうこれ以上ないんじゃないかなっていうぐらいね、最高なセットアップですよね。今度はこれレコードの再生もね、ぜひお願いしてみたいと思います。というわけで本日は友達ん家のシステム紹介でした。面白かったらね、動画ね、いいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまた後ほど、さよなら。